東福寺は、神奈川県に横浜市港南草坂五丁目にある浄土、新州本願寺派の寺院。三号を、杉本山、陰号を三月院と号する。本尊は71センチの阿弥陀仏如来木立像、回帰は森大法院。天六三年天大宗の僧、森大法院が、冷え山より、行基作の薬師如来像を背負い、当地で、妙法寺一乗寺を創建。 英略元年7月、十世紀の僧、明道の時に落雷により本道消失。再建がかなわぬまま長官2年に、明道政居。村民は衝道を立て本尊薬師如来を安置。文治5年に、僧、密言が、衰退を嘆き同房に草案を結ぶ。密言の弟子、密弁が、新蘭の法廷となり、なお、海弁と改め、浄土新宗に改修し、それより、 海弁が当時の回帰になった。杉本山の由来である杉本という地名に居住した北見家門により中高。その居住地を3号とし、寺名は北見家門の法名、春光院東福寺元子寺より東福寺と改める。新蘭が東国不況の時3ヶ月登留したため因号を3月院とする。慶長の頃第14世会巡の代。 達中億年寺を混流したが、いつの頃か廃絶に差し掛かったため、億年寺の本尊阿弥陀仏如来を東福寺の本尊とし、古の薬師如来は笠松塚の道内に移される。薬師堂が火災になり、再び当時に復したが1923年9月1日、関東大震災で本堂が倒壊。仮本堂を第25世界朝日が再建する。 2008年より28代住職に杉浦会一が着任。関東大震災で本堂が倒壊したので25世会朝日により再建され、後1963年11月10日に河原吹き屋根の本堂に新築した。所因、栗は1922年の新築であり、震災の被害もなく現在に至る。屋根は亜縁吹き。手老、山門は河原吹き。 金は1957年に新中。また、東福寺近辺は明治から、大正時代には横浜の花どころと言われ、花籠を背負って飽きないする風景がよく見られたという。東福寺の花塚は、村の人が花のせいに感謝する気持ちで作られたものとされる。他に接待書、花塚、新蘭商人像、高新島がある。ありがとうございます。